こんにちは。今日の講義は書籍テクノビバタリアン世界を変える唯一の思想についてです。この本はシリコンバレーの天才たちが希求する独特な世界観とそれがもたらす可能性や問題点について探求しています。まずシリコンバレーという地域は世界のテクノロジー産業の中心地として知られています。ここには数学的論理的能力に優れたハイパーシステマイザーと呼ばれる天才たちが集まっています。彼らは技術的なイノベーションを生み出す能力に優れていますが、一方で認知的共感力に乏しい傾向があります。このような背景を持つ彼らはテクノビバタリアニズムという思想を信奉しています。これは自由主義リバタリアニズムをシリコンバレーのハイテク技術を用いて実現しようとする考え方です。彼らは数学的に正確な統治を通じて既存の国家や民主主義を超越した新しい社会を創造しようとしています。この思想の背後には極端な自由市場主義があります。彼らは技術の力を使って世界をより効率的に、そして自分たちの理想に合わせて変えようとするのです。しかしその過程で生じる社会的な問題や倫理的な懸念は無視されがちです。例えばテスラのイーロン・マスクやペーパルの創業者ピーター・ティールはこの思想の代表格として挙げられます。彼らは確かに革新的な技術を生み出していますが、その背後にある思想や価値観には疑問が残ります。彼らは社会とのアイデンティティ融合が難しく、他者への理解や共感が乏しいとされています。この本はこのようなテクノロジー界のエリートたちがどのような未来像を描いているのか、そしてその影響が社会や個人に与える可能性が何かを深く掘り下げています。彼らは暗号法やテクノロジーを通じて 1% のマイノリティだけの世界を作り出そうとしているといいます。しかしこの考え方には多くの疑問や懸念があります。一部のエリートが世界の運命を決定することになれば、多くの人々が排除され不平等がさらに拡大する可能性があります。またテクノロジーの力を過信し人間の価値や尊厳を忘れてしまう危険性も指摘されています。この書籍はテクノロジーと自由主義の交差点で生じる新しい問題や課題について非常に刺激的な議論を提供しています。テクノロジーが進化する中で私たちがどのような社会を目指し、どのような価値観を持つべきかを考える上で、この本は非常に貴重な洞察を提供しています。シリコンバレーのテクノロジー界が直面する倫理的な問題や挑戦について深く考察することが重要です。技術の進歩は確かに素晴らしいものですが、それが人間社会全体の利益と福祉を向上させるために用いられるべきです。私たちは技術と倫理、自由と平等のバランスを取りながら、より包括的で持続可能な未来を築くための方向性を見つけなければなりません。この書籍を読むことでテクノロジーと社会、個人とコミュニティがどのように相互作用するのか、そしてその中で私たちがどのように行動すべきかについて多角的な視点を持つことができるでしょう。この書籍が提示する未来像は確かに興味深く刺激的なものです。シリコンバレーのテクノロジー界が持つ極端な自由主義の哲学は新しい社会構造や価値観を考える上での重要な視点を提供しています。しかしその一方でこの思想がもたらす可能性のある問題や懸念についても深く掘り下げる必要があります。例えばテクノロジーの進化とその普及は確かに私たちの生活を便利で快適なものにしてくれるでしょう。しかしその過程で生じる社会的な格差や不平等は無視できません。技術が進化することで生じる労働市場の変化や AI が持つ決定論的な思考がもたらす倫理的な問題、そしてプライバシーやデータの安全性に関する懸念など多岐にわたる問題が考えられます。またテクノロジーが進化することで人間の役割や価値が再定義される可能性もあります。自動化や AI の普及によって人間の仕事や役割が奪われるという懸念は今後の社会構造に大きな影響を与えるでしょう。このような変化がもたらす社会的な課題に対処するためには技術だけでなく人間性や倫理、共感やコミュニケーションといった人間の基本的な能力が求められることも確かです。さらにこの書籍が提起するテクノビバタリアニズムの思想は自由と安全のバランスをどのように保つべきかという問題にも触れています。
極端な自由主義がもたらす可能性のある危険性や、社会全体の安定と個人の自由との間で生じる緊張は、今後の社会政策や法制度の形成に影響を与えるでしょう。このような視点から、テクノロジーの進化と社会構造、倫理的な問題との関連性を考えることは、私たちが未来をよりよく築くために不可欠です。シリコンバレーのテクノロジー界が提案する未来像は、一つの可能性として注目されるべきですが、それだけでは十分ではありません。多様な視点や価値観を持つ人々が参加する議論が、より包括的で持続可能な未来を実現するための鍵となるでしょう。私たちが直面する未来の課題に対処するためには、技術と人間性のバランスを取りながら、共に議論し、学び、進化していくことが重要です。テクノロジーの力を最大限に活用しつつ、その影響を理解し、適切に対処するための知識と理解を深めていくことが、今後の社会の発展に向けて必要不可欠なのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康な体と心があってこそ、私たちは充実した人生を送ることができるからです。ダイエットや健康管理に特化したサービスが求められるのもそのためであり、その一つが、ライザップ結果にコミットプライベートジムと、ライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントなど、総合的なサポートが魅力です。30日間の無条件全額返金保証もついており、安心してトレーニングに取り組むことができます。また、プライベートな空間でトレーニングを行うことができるため、自分のペースで効果的に取り組むことができます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。一方、ライザップウーマンは、女性専用のプログラムとして洗練されたサービスを提供しています。ウェイトトレーニングやファンクショナルトレーニング、ストレッチなど、トレーニングメニューは一人一人の目的や状態に合わせてカスタマイズされています。また、低糖質だけではない食事管理や美容マシンを使用したアプローチも特徴です。女性に必要な栄養を考慮した食事アドバイスや、脂肪燃焼や美肌に効果的なトレーニングを提供しています。ライザップのサービスは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したニーズに応えるものであり、個々の目標やニーズに合わせたプログラムを提供しています。体力のない方や運動が苦手な方、産後太りを解消したい方など、様々な方に対応しています。結果にコミットする姿勢でトレーニングに取り組むことで、健康的に痩せるだけでなく、理想の体を手に入れることができるでしょう。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。